続いて向かったのは人気1位の韓国ソウルなんですけれども、実は MBS の前田アナウンサーが今現地で取材をしておりますので、そうなんですよ。今、はい、あ、でもスープ飲むとちょっとピリッとしますね。キムチが入ってるからね。キムチ入ってるからなの。うるさいスタジオだね。すいません。でもそうですよ。味が知りたいの。だってあんなのコードされて選んだんだよ。私これにするって悩んで選んだ味をさ。さあ、そして渡航先人気第1位の韓国ソウルなんですけれども、実は MBS の前田アナウンサーが今現地で取材をしておりますので、そうなんですよ。今、うわ、すごい。はい、どんな様子なのか中継で伝えてもらいましょう。前田アナウンサー。この時間からも楽しいよね。さあ、こんにちは。アニハセヨ。MBS アナウンサーの前田遥です。私が今いるのが春休み、もし韓国旅行に来る方はぜひ訪れていただきたい場所なんですが、それがこちらです。看板にはコンビニエンスストアと書いてあるんですが、レイナさん、こちらのコンビニエンスストア、ある一つのものに特化したコンビニなんですが、どんなところだと思いますか？でも看板になんか鍋ありませんでした？上のところにピンクの鍋が。すごい。このヒントなんで。いいところ見ていますね。おでん。あ、おー。じゃあちょっと実際に中見て確認してみましょうか。ちょっと読めちゃったな。すごいな。アングルが読めたな。あ、小山君は読めた。読めました。いい香りがします。いい香り。何？お鍋？皆さん壁ご覧ください。壁にはインスタントの袋麺がずらっと並んでいるんですね。インスタント。すごい種類。レイナさん、実はこちらラーメンの専門のコンビニエンスストアなんです。韓国のラーメン文化って日本と少し違いまして、日本でいうラーメンっていうとラーメン屋さんに食べに行くイメージありますよね。ただ韓国でラーメンと呼ばれると、こういったインスタント袋麺を自分で買って家に持って帰って鍋にこう開けて自分で調理するというのがラーメンのイメージ。鍋ごと食べるんだよね。だからこういったお店が。そうなんですよ。美味しそうですよね。よく韓国ドラマでもシーンとして出てきますけれども、こういったお店がだからこそあるんですね。そして現在食べている方もいらっしゃいますよ。とっても美味しそうにすすっているんですけれどもね、ありがとうございます。ちょうど今ね、熱々のラーメンを食べています。いいの許可とか取ってんの？大丈夫？ごめんなさいね、すいません。本当に取られてないですね。はい、大丈夫です。大丈夫ですか？大丈夫そうですよ。ニコニコしてるので。このように本当に。前田さんの判断。大丈夫？ニコニコするでしょ、カメラ向けないで。はい、ちゃんと事前にご挨拶させていただきました。そう、よかったよかった。味はどんなのがあるんですか？ありがとうございます。すごい種類がありそうですけど。味はね、後ほど鈴木さんにぜひ選んでいただきたいんですけれども、まずこちらのラーメン専用コンビニエンスストア、最大の特徴があるんです。それがラーメンを自分で作るんですね。というのも店員がいない無人のラーメン専門コンビニエンスストアになっているんです、ということなんですよ。では紗理奈さん、大変お待たせいたしました。こちらには50種類のインスタントラーメンありますので、ちょっとね忖度させていただきまして、6種類厳選したんですけれども、好きなラーメンをちょっと選んでいただきたいです。見たことないやつが楽しそうですね。見たことないのに下の真ん中の絵すごくないですか？絶対辛いやつ。僕のマークついてるハバネロ系。はい、ザ・デビル・オブ・ファイヤーと書いてあります。やばいやばい、いやデビル・オブ・ファイヤーは嫌よ。右はどんなんですか？海鮮系ですかね。こちらですかね。はい、塩ラーメン的な。美味しそうですね。こちらちゃんぽんで、はい、自宅でこう海鮮と一緒に合わせるととっても美味しいラーメンになっています。その上は何ですか？すごいしっかり見ますね。これは肉の出汁が出ているラーメンです。それにする。これですか。それにする。こちら実際にいただきたいと思います。いや、もしかするとデビル・オブ・ファイヤー選ばれるかなと思ってドキドキしていたんですけど、とても美味しそうなので選んでいただいてありがとうございます。今昭和じゃないんだよ。昔だったらやってたね。昔だったらさ、どうやって作っていくんだろうね。はい、でそうなんです。こちらまず選びましたよね。選んだらこういった専用のセルフレジがあるので、こちらで同じ絵を選ぶんですね。結構種類があるんですけれども、楽しいね。でもこれも今こちらです。いくら？はい、こちらですね。こちら3800ウォンなので、日本円でいうと380円くらいになっています。楽しいですね。でもね、これ楽しいね。行ったらやりたいな。みんな飲んだ後とかするんだろうな。いいですね。でもこの店が50店舗もあるってすごいね。いいよ、焦らなくて。あれ、早しいやとか言わへんから。ごめんなさい。何回入れんのよ、早しいやもう。いけました。はい、大丈夫です。はい、いけました。はい、これで購入完了です。お釣りを取って購入完了でございます。お湯はどうする？さあ、こちらまず専用のカップを取ります。はいはい。そんなんでもいいんだ、カップは。でこちらに、はい。麺とあれはセルフでいいんだ多分ね。そのガサツやな結構。袋も一緒に出しましたね。バレましたか。それ最後じゃないの？先に入れるやつ？あ、大丈夫です。これ全部火薬と、はい、スープ全部入れますね。なんかもうちょっと面倒くさくなってる。はい。そしてやります。前田さん丁寧にお願いしますね。はい、わかりました。失礼しました。はい、ここでもう一つ特徴がありますよ。ちょっとバレていましたが、こちらキムチとかえのき、たくあんなどがたくさん置かれているんですね。こちらラーメンなんと無料で食べ放題のエリアになっています。はい、韓国料理ということで、とりあえずちょっとキムチをたくさん入れさせていただこうと思います。最初にもうね、入れちゃうんです。最初に入れる派だ。最初に入れるの？ちょっとガサッと入れたい。最初に入れるそうですよ。絶対最後よな。まだそして合ってるんですか？さっき入れる？こちら現地の方に聞いたら最初に入れていいとおっしゃってました。好みなのかな？その人が合ってるのかな？はい。そうですね、どっちでも大丈夫だと思います。これでも美味しくいただけますよ。ではこちらの容器をですね、専用の機械に置いていくんです。そしてスタートボタンを置きます。ご覧ください、お湯が出てきました。お湯お湯出る以外ないやんか。こういう出てきたらびっくりすんで。そうそう、単位内でしたね。じゃあもっと特徴的なこと、特徴的な部分説明します。はい、まずここ赤い部分見てください。はい、数字が動いていますが、こちら出来上がるまでの分数を表してるんですね。なので今で言うと3分25秒を表しています。なんか大体そうやろうなと思う。はい。あれ？じゃあもう一つじゃあもう一つこちらご覧ください。下が IH ヒーターになっていまして、お湯を入れ終わった後でもグツグツ入れてくれるんです。すごいすごい。グツグツしたいと思ってた。やっぱりキムチ最後だ。うわすごい、これはご覧ください。ちょっとずつね、グツ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 した。スープさ、先に入れたらよかった。そうね、だから塊になっちゃってる。この上でさ、固まるからさ。確かに。ちょっとじゃあうるせえなみたいな顔。前田さんこいつらうるせえなみたいな。前田さん、お店にいっぱいメモ帳みたいなのが貼ってあるじゃないですか。それ何なんですかね、ポストイットみたいな。そうなんです。無人店舗ならではなんですけど、店員がいいお店だと味の感想とかありがとうございますとか言って帰れるじゃないですか。ただ無人なので、皆さんこういった付箋にメッセージを貼って帰っていくという。そしてもう一つ、ここにずらっとインスタント袋麺並んでいますけど。大丈夫だ、映して。お父さんごめんなさい。言うんですけど、すいません、上失礼します。ライスもあるんだ。すいません。はい、そうです。こちら電子レンジでチンして作るライスがありまして、もしラーメンと一緒にライス食べたい方は、はい、こちらも合わせて購入することができますよ。はい、そろそろできるかな、ラーメンがね。お父さんはよく来られるのかな。悪いとこ出てるんですよ。絡むに行っていいの？もうでも食べ終わるところです。雑だな。はい、できた。残り1分20秒なんですが、お父さんよく来るんですか？お父さんじゃあちょっとね、お父さんちょっとね、すいません、味どうですか？일본말몰라요。맛이어떤가요？맛있어요。맛있어요。美味しい。美味しい。よく来るんですか？カムサハムニダ。終わらせた。終わらせた。カーブさん。よく来るんですか？カーブ後輩の教育がちょっと。あのね、今聞きましたよ。聞きましたよ。聞きましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。初めて。はい、はい、初めてということです。はい、すいません、お食事中ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。はい。ありがとうございました。そろそろできてるんじゃない？今私がいるのはラーメンの無人店舗なんですけれども、韓国ソウルには他の無人店舗、他の業種の無人店舗もオープンしていますので、まずそちらのちょっと映像を出来上がるまでご覧ください。なんかごめん、それやったらちょっと長かったね。ごめんなさいね。こちら無人店舗なんですが、中に入っていきますと、何これ？ロボットが動いています。こちらなんとドリンクを入れているんですね。うわー、すげー。すごい時代だ。ねえ、時代変わった。カフェモカを作ってくれています。すいません、こちらもちょうど出来上がったので、実際に味見てみましょうか。熱々ですよ。熱いの大丈夫？気をつけて。お肉のやつだね。お肉の大丈夫です。はい。にキムチねトッピングしましたから。ちょっとマスク外して。だからもうキムチの味になっちゃってるから。そうなのよ。キムチ入れすぎたんじゃない？一回お肉食べてからキムチ。そうよね。私もそう思った。キムチ入れちゃう。あでもキムチのとこも混ぜてるからさ。キムチの味なそれは。そうなんです。キムチたっぷり。キムチ味じゃん。はい。これ食べても一緒だからもちろん。ちゃんとね韓国風に。なんでキムチから一緒に食べるの？初めは麺からね。そうなのよ。まずオリジナルを知りたいのよ。別にしましょうか。別にします。あ、わかりました。オリジナルじゃあ食べます。ないでしょ。すみません。じゃあオリジナルいただきます。うるせえ。うん。おいしそう。おいしそう。おいしそう。熱々で美味しいですね。そしてお肉の出汁が効いているので、全然辛くなくとっても優しいお味です。キムチの味はしなかった？キムチの味は特にしなかったです。辛さがないです。本当？そうでしょ。するでしょ。結構入れてたけどな。本当に本当です本当です。スープ飲んでみてください。スープ。さあ、スープのが出汁が出るんじゃない？スープね。そうでしたそうでした。スープのね。はい。スープ飲むよね普通。麺は大体さどこのメーカーもさ同じ。あ熱い。あでもスープ飲むとちょっとピリッとしますね。キムチが入ってるからね。そのラーメンだからじゃないのよ。うるさいスタジオだね。でもそうでしょ。味が知りたいのよ。だってあんなのコードされて選んだんだよ。私これにするって選んだ味をさ。そうですよね。キムチの味。いや大変申し訳ありません。うまいもん食べてるから肌ツルツルなってる。本当だね。いやちょっとね汗かいちゃって。美味しい。ツルツルよ。はい。大変申し訳ありません。そうだ、紗理奈さん実際にこちらに来て自分のお好きなカスタマイズしたラーメン食べてみてください。食べろって。食べろって分かった。行く行って食べる。そうだね。そうねごめん。楽しようとしちゃったありがとう。